いやちょいよ、大丈夫です。で、今日もやっていくんですけど、今日はね、おい、おいっす、おいっす、どうしたの、おいっすみかんです。おいっすみかんです。今日やっていくのは、どうしたんすか、血迷った、血迷ったんすか。猫の犬にしよう、犬にしよう。いや、犬じゃない、犬にしよう。俺猫派だから。いや、ちょ、それは甘い。視聴者からもらったサンプル。マジで、うん、いいな。俺も 犬バージョンのちょうだいって言っといて。いやあるかな。猫耳しか俺見てないな。猫とかいらねえから犬バージョンちょうだいって。なんかもともとつけたらさ、うん、なんか可愛いはずになるはんなんだけど、屋台のおっちゃんみたいなって思った。いらっしゃいみたいなさ。やっぱ焼き鳥です。クラロはやれよ。待って、いや俺はクラロはやりに来た、もともと。ってことで、うん、おいっすみかんです。ってことで今日やっていくのは、って感じ。どう、再現度高い？まあまあかな。まあまあか。ってことでですね、今日はね、また、まあ、あの1から10まで、ね、前やったやつが結構好評だったんで、またつなげていこうかなと。そう、やっぱり多分いつもも解説で結構やってるけど、うん、やっぱりね、あの結構丁寧に1からユニットの切り方からやっぱ言ってたから、うんうん、結構ねやっぱ良かったんじゃないかなと思いますね。なるほどなるほど。まあ初心者に優しいみたいな。優しめで、まあやっぱスケラっつってもなんだろう、俺的にはなんですけど、ペッカ工場とかよりもちょっと難しいかなって思いますね。そうだよね、どのタイミングでスケラ打っていいのかみたいな、うん、そう。あとはさっきみかんさんに言われて気づいたのが、そのなんかバルーンが来るタイミングでも、うん、なんかね、ほんとなんか陸のボーラーを、バルーン戦でもボーラーを結構大切にしたいとか、なんかね、なかなかね、そういうのがね、まあ、やられて嫌なことはね、そうっすね、使ってれば分かるんだよね。そうですね、うん、ってことで、とりあえず今日はグラッドチャレンジいきたいと思います。はいはいはい。マルチだとね、ちょっと喋る暇がなくなりそうなんで。まあそうだよね、集中しちゃう、どうしても。でこれで、スケラは基本的には上手い人は、まあ多分プレイスタイルによると思うんですけど、うん、基本相手が切るまで切らないか、うん、相手が切ってきたのもアイスピとかなら無視してっていう人もいるよね。そうだよね、待ってカウンターって感じ、うん、だよね、うん、待って待って待って、1分過ぎてやっとね、さっきたのやるみたいな。ハグちゃんが来た。ハグちゃんこれチュネで金に起動します。はい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 、チュネー。でここでスケラは打った、打たずてかねえ、ネクストにもねえの、ね、ネクストにもねえから、あーって適当にタルババしようとしたんだけど、いい感じ、微妙な、まあ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 、でこれまあコウモリ切ったから、まあちょっとメガゴディの質を見つつ、まあこれ美容裏でいいよねこれ。はい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 。まあベビーちゃんか迷ったけど、ここはですねやっぱり、あ、これホグ来ますね、ホグが来るんでアイスウィザードを先に出しておきましょう。はい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 。あ、ボーラーのタイミングが、まあこれトルネ打たなくていいかな、うんうんうん、こっちの方がカウンターできるんでね、トルネは打ってもいいんですけど、やっぱ打たない方がねカウンターできる時があるんで、でこれはスケラ打っちゃいます。そっちなんだ。うん、こっちかな俺は。あの陸受けがね、あの陸受けじゃない、あの基本空受けがねちょっと少ないかなと思って打ったんですけど、やっぱホグ系はマスケ以外は基本的には空受けが、今テスラあったんですけど、大体大砲とかで空受けがないんですよね、うんうんうん、だから基本なんだろう、ボーラースケラとかよりもベビドラスケラの方が刺さりがいいと思いますね、個人的には。うわ、いいよいいよいいよ。でこれはもう一回、ここで何も足さないんですよ、これは、うんうんうん、スケラが打てないんで、なんか過剰にタルババとか今出してもしょうがないんで、うん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 、とりあえずここで2倍になるから、また足が遅い、ボーラーから展開していきます。なるほど。で、ネクストにスケラが見えるんで、コストが溜まったら、また後ろからベビドラを切ります。ベビドラ切っていき、ロケット打たれたら切れる。切れる。切れる。これでよいしょ、ファイボー、オッケー。これで空をまず封じてベビちゃんを通しますね。なるほど、スケラじゃなくてここはベビなの。ベビかな俺は。なんか空が結構なんだろう、うん、緩い系のデッキには基本ベビちゃんを通しに行くかな、うんうんうん、これは一発でか0発 OK、 まあ、全然いい全然いい全然いい全然よくて、でこれ空2枚詰める。はい、で、もう一回多分テスラが来るだろうけど、スケラ打ちます。デンデケデンデケデンと打っていき、タゲを取って多分もう一枚防衛のユニットが来るんで、こっちでタゲを取って、お、来た、マスケにフリーズで、これで空受けが今いないんですよね。手札回してあれしかいない、ファイボしかない、うん、はいと空を刺し、
ほうほうほう、それを刺すタイプですね僕は。あとフリーズ回して勝ちなの。あとフリーズを回して勝ちなので、まあ、ここはね、うん、アイスフリーズを切って、まあ、こっちは別になんか無視しても大丈夫、折れないな全然。とりあえずこれで、まあ、スケラ打って GG と、ほえー、いう感じですかね。オーゲイ、なるほどな、なるほどなるほど、かな。結構俺はだからベビドラを刺しに行くんで、なんだろう、基本ベビドラスキャラの打ち方とかはベビドラが相手の陣地に入ってから打つとかだと思うんですけど、俺の場合結構ベビドラを刺しに行く時があるから、なんかベビドラを逆に陣地に入れないでスキャラ打って、なんだろう、スキャラにタゲが行くんですけど、その分ベビドラが生きるから、相手がソレユニット出してきた瞬間にパキって、なんかベビドラ通すみたいな。あと結構意外なんだけど、スキャラメガゴした時にポイズンで防衛した時に好きに一生タワー殴ってメガゴ撃ちに出たりとかさ、そうそうそう、あるよね、あるよね、あるある、そう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 、それで結構痛いメガゴ食らったりとかさ、ね、あるよね、うん、そうだから割とね、空を刺すってのは、ね、一つのね手かもしれないですね。ポイズン防衛しても空入っちゃうもんな。そう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 、あるねそれは、うん、確かに。でこれは今初手が見て、これやばくない？まあまあ渋いな。切れないオブ切れないなんで、ホグ出してって感じの手、ホグ出してって感じ頼むから、うん、おっ、おいしい、これはおいしい。いやこれ取り目の方がよかったんかな。いやー切りたくないな。30しか枯渇か、なんだろう、ギャング入ってるで、あー白液か、枯渇、財産説の、うん、財産重視だったらブチギレ、ブチギレ案件だけど、白液だな、白液です。まあ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 、まあ、いやーちょい渋、まあ後からカード1枚で守れるから、本当はこれしゃあない、トルネじゃないんだよな。ベビちゃん、いやトルネでもよかったかもね、ちょっとミスったかも。まあでもアナホリどこ来るか分かんねえしな、普通にトルネ警戒の位置かもしれない。まあでも今アナホリ切ったんでコウモリとか、これ絶対コウモリがギャングどっちかで防衛されるんですけど、そのアナホリつけられなくて済むんでね。まあまあまあ、安平安平と。でボーラーは基本的には迫撃有限に絶対取っておきたいんで、でしかもなんだろう、緊急時のギャングとかにも、ギャング防衛とかにもやっぱ残しておきたいから、基本的に、あ、まあでもこれは後ろから行っちゃっていい気がするんだけど、どう？確かにやることね、迫撃切った後だからボーラー手札残す意味ないから、そうそうそう、オッケーオッケー、これでまた足の遅いボーラーでズンズンズンとズンズルズンズン、えいえいやばい、消される、やばい、消されるですね。これもやることね。あ、すんだ。なんかやることねえなと思って。チュルチュル。これはまだ打たないでいいかな。焦っても仕方ない感が。確かに。エリはあるけど、まあ、敵もそうだね、やること。ね、なんか上手い人って大体、なんだろう、いけるかいけないかって時に、あんまりいかないんだよね。そうなんだ。確実に、あ、これ絶対刺さるやろみたいな時にズビって感じ入れるんだけど、はい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 、あ、ケツ穴掘りはバチクソ美味しいなこれ。あ、これやばい、これめっちゃ美味しくね。そうそうでもない、なるほど、そうでもない、まあ言うてかなみたいな、言うて、うん、あ、美味しいな、これが美味しい、 OK、 あー美味しい、美味しい、まあ吹き矢かな、あれスケラに強いから、あ、これ誰、まあ取るねっすね、はい、で吹き矢に、本当吹き矢にパチみたいけど、アウトローもだるい、アウトローもだるいね、トルネを攻めで使いたかった感が否めん、確かに否めんが、まあ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 入らないな、アウトローと吹き矢2枚で防衛されたら、あ、メガゴでよかったなこれ、まあこれまたケツボーラーでいいかなって感じですね、ちょっとこれやばいかもしれんな、タルババとボーラー2枚切った後だとちょっとやばいかもしれん、ほんま剤、うん、ほんま剤よいしょ、まあ、これ受けられて、なるほど、それ美味しいやん、まあ、これトルネだけで処理して、まあ、ベビーちゃんつけちゃって、ああ誰、これチュネ、チュネじゃない、ミスった、お、来た来た来た、これいける、いやこれでもこれいける、コウモリがな、コウモリ絶対出るだろ、いや左にコウモリさ来たいでしょこれ、よいしょ、ベビードラもこれ放置したら、まあまあ入るね、そうそうそう、入るから、これでサイド変えれるな、確かにこれは美味しいですね、非常に、そう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 、よいしょ、裏から、そして裏、あ、これ吸ってもよかった、いや、まあまあまあ、もったいない、そこで吸うのは、そうですね、まあまあまあ、うん、これベビードラ後ろから出して、はいはい、コウモリをボーラの、そうですね、刺しない的な、やばい、喋るよ、あ、いける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 、いけー、あ、やばい、ずれた、全然ずれた、え、ちょっと待って、え、ちょっと待って、落ち着けよ、坊主坊主、ポマイガン、坊主、ポマイガン、二冠坊主と、やばいやばい、こっちょっとやばい、ちょっ
ちょっとやばいな。まあまあまあ焦るなよ。視聴者焦るな。フリーズずれんのやばい。これもう一回落ち着きじゃない？本当？これやばい。ちょっと焦ってきちゃった。ちょっと焦ってる？焦ってきちゃった。多分落ち着きだったな。あ、これいいんじゃない？いいと思う。時間的にいいんじゃない？あ、これフリーズ決めたら勝ちだった。いや勝ちではないな。タレバは一応まだ残ってたから。これで。なるほど。その穴掘り俺だったら入れたくなかったな。マジで？うん。オーラとか。また後ろから切っていき、あ、はい、あ、それはいける。あー、これいいね。超いい。勝ったろこれ。勝ったね。エリアの的に。あ、いける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 。これいけるね。間違いない。でででででで。よいしょ。そうなんだよな。これ攻め取れなかった。あそこで打ったとこ、うん、俺だったらもう一回組んでたな。なるほどね、うん、そうだな。そうですね、確かにそれでよかったかもしれんなんですけど、うん、まあそうですね、多分これの理想的な形はユニットで防衛して、うん、なんだろう、吹き矢とかもちゃんと、なんだろう、タルババ本当は使いたくなくて、はいはいはい、なんかなんだろうな、基本的にはボーラーを後ろから切ってベビドラとかで、うんうん、なんだろう、固めてフリーズ、あのスケラを打ちたいっていうのが基本なんです、まず基本、うんうん、でそうするためにはまず迫撃を出せない状況にしなきゃいけないのと、あとはなんだろう、タルババとかを手元に持っといて、後ろからボーラー切っても守れるようにしなきゃいけないっていうのがあると思うんですよね。はい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 、でそうするためには多分吹き矢とかにメガボで防衛して、あのギャング用にタルババを残しつつ後ろからボーラー展開するみたいな、多分それが良かったんですけどね、うん、ちょっと僕が焦り散らかして、うんうん、結構ねガバガバな、あとは攻め取るんですね、多分相手からして一番うざいのは。そうだね、普通にベビドラと取るね、とボーラー3つ合わさったら止められないから、ね、絶対止まんないもんね、うん、フリーズは本当になんか敵が必死こいて3コストで吹き矢出した瞬間とかに打てたらベストだね。そうだね、うん、確かに。ということで、ということで、はい、今日もやってまいりました。ということでですね、まあこんな感じですね。ええ感じやな。ええ感じ、スーパーええ感じです。スーパーええ感じです。ということで、えい、まあそんな感じなんで、ね。ちなみにテンプレがさ、メガゴのとこインターなってるけど、メガゴにしてる理由とか。なんか、テンプレっていうのはそもそも、うん、まあ何をテンプレとするかだよね、やっぱり。まあやっぱ一番結果出してるデッキ。まあそうですね、うん、まあ基本的にはこれが前紹介した、多分このデッキがね、うん、テンプレなんですよね、うん、で今、TB でちょっと、さっきサイトで見たんですけど、うんうん、このインドの枠が、メガゴで、このタルババの枠が、うん、この縦付け、このデッキで展開に行ってる人がいたんですよね、はいはいはい、で、その人も結構墓石とか入れつつ結構いろいろ試行錯誤して最終的にこれに多分落ち着いたんですけど、まあこの形も多分普通に強いんですよ、うん、強いんですけど、やっぱ今のトップメタってやっぱタルババじゃないですか。まあ何でも使える、入れられるなら、うん、できるだけ入れた方がいいと思うんですよ僕は。確かに。なんで、うん、やっぱりタルババは入れとくべきかなと。でもインドラもちょっと若干僕重いと思ってたんで、やっぱりインドラをちょっとメガゴにして、うん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 、まあそのデッキのいいところをまあ中間、うんうん、まあでもこのデッキの弱点は、うん、なんだろう、プリンス受けがない。まあそれはそうだね。そうそうそう、だから縦線とか墓石になってた説もあるっちゃある、ね、あるね多分、うん、でなんだろう、プリンス系っていうか、まあプリンスがいてる時大体今ジャイプリぐらいかな、迫撃とか、あとは迫撃か、うん、なんで迫撃には言うてもボーラーがいるから、うん、多分まあいけるかなって感じはするんですけど、うんうん、まあ、多分ジャイプリにはこれがインドにもなってないし、うん、ジャイプリには多分きつい、大型自体がちょっとインドからメガワに変えたら弱くなるから、ね、本当になんかスケラ使いたまにいるけど、プリンスをスケラで防衛する人が、うん、あー端前で、マジ、しかもふざけじゃなくて大真面目、大真面目、大真面目で、しかも意外と止まるんですよ、やっぱり使ってたら分かるんですけど、ね、プリンス使ってる側だと止まるんですよね結構。そう、なんかザップも打ちたいけど無限に湧いてくるから打てないし、なんかポイズンとか打つのもちゃうし、マルタ打ってもまた湧いてくるしで、そうそうそう、割とスケラ止まるから、マジできつい時はスケラ防衛っていうのも、うん、あの卓にね、うんうん、まあ、防衛の卓に入れとくのもね、ちょっとまあいいんじゃないかなって感じで、なるホーンズですね、まあ、なるホーンズって感じで今日はね解説していったんですけどね、まあまあこんな感じでね、うん、まあ、ちょっとでも参考になればなという感じでね、はいはいはい、まあみかん先生にもやっぱりか
風邪移るからやめ、風邪移る今多分一番俺元気だから。あ、本当に大丈夫。俺今日喉痛いけどさ、フチのせいかな。フチのせい、あいつなんかな、人のせいにしてな。テンゴットがそもそもインフルで会社休んでて、でテンゴットに移されたとか、フチが騒いでたら、まめいてたよね。まめいてたけど、テンゴットと違うタイプのインフルだった。あいつが、テンゴットが、多分ツイッター見てる人は分かると思うんですけど、うん、見てない人に言うと、うん、テンゴットがインフルの B 型だったんですよね、はいはい、であいつが治ったっつって、5日休まなきゃいけないんですよ、インフルって、うん、で5日ぴったり休んで、6日目に来たんですよ。でテンゴットがまあちょっと咳してて、お前外役やんけみたいになってて、言ってたね。まあ、それで、まあ、まあ、でも言うてもまあいいかなと思ってたんだけど、でフチはしかも特に多分フチは映らないように健康にも気を使って、多分家帰って手洗いうがいとか多分ちゃんとしてるタイプなんで、ね、ご飯も自分で作ってね。そうそうそう、ああいうやつに限って感染するつって、でもテンゴットふざけんじゃねえよみたいな感じでお前のせいで映ってじゃねえか責任取るみたいな感じで言って、あいつがインフル A 型だったっていう。超面白い。虚弱体質やから、虚弱体質だから、うん、俺らが強いから。そう、あいつかちょっとな、弱めだからな。俺インフルかかったことあるけど37度5分ぐらい止まった。俺も本当に俺37度3分ぐらい。さすがさすが。まあ、まあ、あいつ虚弱体質。フチが雑魚と雑魚。フチが雑魚。結論ね、まあこのでこのね動画の、うん、まあ、結論はフチ雑魚落ちる。フチがコメント書くぞ。お前ら猿丸ねみたいな。丸ね丸ね丸ね。丸ねって何も言わんとこ。これまああいつの。お箱、お箱だからね。暴言、あいつも暴言、うん、すぐ暴言言う。意外とクランチャットとか LINE でポコポコ言ってっからね。ポコポコ言うから、あいつ暴言中だからね。気をつけないといけない。コロス1の暴言中。コロス1の暴言中だから、あいつ。やば、終わろう、終わろうか。終わろう。ってことで、今日はこの辺で終わっておきます。お疲れ様です。まあ、お疲れ様ですね。お疲れ様です。